変顔やってすごいスースーする。ちょ鼻が全然足りてないな渋い顔すんだよマスク取ってみて。え、ちょっと待って、お前バックハンドおかしくない？え、やってみて、ホタルやってみて。いや、俺パックしてないからじゃあ、今回これで終わりかな。はい、終わりです。え、じゃあ変顔、うん、3、2、1始まりました、ノグ TV。 そう、ジンク、はい、僕、ライブツアーが決定してですね。え、ライブやる？4月から。いや、でてかまあ、今もちょこちょこやってるのはやってるけど。え、でも、今やってるのはあれでしょ、リリーベでしょ。その後にやってる。あ、やってるんだ。あ、なるほどね、うん、そう、待望の。はい、ちゃんとツアーを、ホールツアーになるの。あ、いいじゃん、いいな。うん、俺もやりたいな、早くね。うん、案外なんか会場も忙しいみたいで。今日は突然ですが、お二人は朝と夜のスキンケアなどはどんなことをされてますか？あ、でも俺なんか前この番組で一回やったやつあって、ジミーとか来てくれたやつ。 あれのやつたまに使ったりしてるけどね。俺もそれきっかけで化粧水とかたまにって感じかな、うん、俺もまあ毎回じゃないけどね。そうね、うん。で、今日はそんなお二人のためにあるものを送らせていただきました。これか、これは何なの？パック？サボリーノ。なるほど、パックね。長続きしないジン君、めんどくさがり屋のリョウ君のためにぴったりな商品、サボリーノ。なるほど、それその題名もそういう意味もあるのかな、サボるというか。そうじゃない？そうだよね、うん。だから手間かからずにケアできるってこと。今日はスキンケア商品、目覚ましシートとすぐに眠れマスクを提供してもらったと。目覚ましシートは洗顔いらず、たったの60秒で朝のスキンケアが完了、すぐに眠れマスク。化粧水、乳液、美容液、クリーム、パックがこれ一つ、60秒で夜のスキンケアが完了。なんかでもパックってもっと長い間時間つけてるイメージあるよね。そうよね、なんか10分20分みたいな。うん、60秒でいいねんて。もう目覚ましシートに関しては朝顔洗わんでもいいらしいね。洗顔プラススキンケアプラス保湿下地でしょ、うん、書いてんね。洗顔すごいやん。ちなみにサボリーノとは、ちょっと楽してもっと快適に、女性の綺麗でいたいを叶えるライフ美容ブランドです。ベストコスメ100巻を達成しています。100巻もあんの？いや、分からん、もう何部門か分からんけど。あ、そうな、すごいね。じゃあ流行ってんだね、これ。ブランドメッセージは、楽しよ、これからの私、サボる、広がる、私時間。まあまあ、だからこれが60秒で終わっちゃえば、普段パックしてなんだかんだしたりもしてるかもしれんけど、もっといろんなことに有効活用できるよっていうことだ、時間をね。ね、私時間を増やすという、うん、ことですね。でも嬉しいかもね。今日は一度にいろんなことができちゃう、このマスクにちなんだ企画に挑戦してもらいます。題して、〇〇しながら〇〇チャレンジ。まずはジン君に朝用マスクをつけてもらって何々に挑戦してもらいます。何々の中身はリョウ君が考えてください。全然何も伝わってこないんだけど、このもう丸々多い、うん、丸々、まず丸々しながら丸々チャレンジだぜこれをつけんの？そう、まあそれつけんねんて。何すんの？例えばをつけてジンにあれしてもらおうかな。あ、何それ？何、マスクしてない方が、パックしてない方が選んでさせるってこと？そうそうそう。うわー、え、ジン、これ1枚ずつサクって取れたやろ、書いてたね。うん、サクって取れた、うん、サクって取れたらしいよ。ティッシュみたいに。うわ、なんか匂いスースーする。え、あ、引き締めるからや、朝やから、うん、すごいスースーする。でもなんかこれ目覚めそう、朝。あ、そう。えー、何何さ。え、じゃ、しかもこれ選択肢の中に変顔をするって書いてあるけどさ、わかんなくない？変顔したところどうしようか、ジン、どれがいい？うん、12個あるけどさ、うん、全部やりたくないよね、うん、なんかあといや、でもじゃあまあ一回やってみようか。じゃあリクエストしていい？はい、じゃあパックしながら、じゃあエアタッキーをやって。大丈夫、いいよ、でも一回やってみよう。じゃあよろしくお願いします。30秒間でいいかな？長くね？あ、じゃあ 5秒でいいよ、5秒でいいよえ、ちょっと待って、お前バックハンドおかしくない？お前バックハンドなんかおかしくない今の、ね、
ええ、お前どれ、どの卓球ラケット握ってる、あのシェイクのやつ、それともこう、あああ、だからこっちね、そういうことね。俺もシェイクやと思ってるからこうやと思ってた。ああ、これもあるよね、こっちは。うん、そうだね。だから片面しかないもんな、お前は。そうそうそう、片面しかないから俺。ああ、そうか。はい、こうか。ありがとう。はい、ありがとうございました。では今回これで終わりかな。はい、終わりです。それでもう60秒経ったんで、もう外して大丈夫です。ジン君。ああ、そういうこと。ジンも、そういうこと。じゃあもう引き締まってるはずやから。そういうことです。あ、でもなんか、うん、起きるで、なんかちょっとその渋い顔すんだよ。ちょっと、こっち夜だからあれだけど。え、まあまあスースーすんの。起きる、すごいスースーする。あ、そう、起きるわ。え、じゃあ俺はよりをつけんの。はい、俺がよりをマスクつけて、はい、〇〇に挑戦してもらいます。じゃあとりあえずつけるよ。はい、〇〇の中身はジン君が考えてください。いいよ、なんでも。あ、ええー、匂い。うるおんじゃないよ。そうだよね、手間が省けてってことだよね。ちょ、鼻が全然足りてないな。これで、じゃあモノマネかな。モノマネ、モノマネを、ちょっと3つほど。3つもやんの。じゃあここ書いてるやつでいい？ルパン三世から。はい、行くよ。ふぅ、藤子ちゃん。はい、じゃあ田中邦衛ね。何やったっけ、子供が飯食ってる途中でしょうが。もっと代表的なやつあったでしょ。え、もっと代表。あ、ルールルルか。え、そうなの。ルールルル。いや、俺正直北の国から見たことないね。ホタル、ホタルじゃないですか。ホタル、あ、うん、ホタル。じゃあ分からない、やったことない、マジでやったことない。見たことないね。え、お前見たことある？ないです。ないけど、テレビでその真似してる人が真似してる。え、やってみて、ホタルやってみて。俺パックしてないから、あんか。じゃあ次は、ちびまる子。ちびまる子ちゃん。なんやん。まるちゃん。て、今のたまちゃんか。今たまちゃん、今たまちゃん。たまちゃんだ。たまちゃんだ。っていうやってるうちに60秒経ちました。あ、なるほど。あ、外してみよう。まあ、これでもう OK ってことなんだもんね。いわゆるこのくだらないことをやってる時間で全てが終わるっていう。でもいい匂い、これ。やらせたかったんだよね。俺、夜とか言う。28枚。だから2月やったら1ヶ月いけるね。うんうん。あ、28枚やから。ピーチだ。あ、ちゃう。28枚は4週間いけるってことや。なんで？え、四七二十八やろ。あの、じゃあ今度はあれにしよう。あの、逆のマスクをつけて、あの、いや、もうええやん。もうさっきのあの勝負をもうちょっとちゃんとやろうってことにしよう。ああ、そういうことね。あ、じゃあ今のじゃないんだ。続いては2回戦目いきたいと思います。どうしよっか。じゃあ、やっぱあの、さっきのパックしながら変顔。あ、オッケー、それにしよう。パックしながら変顔した。あ、ほんまや、匂い全然違う。これ朝用やねんけど。違うでしょ。どういうあれで入れたんだろうな。じゃあ、わかんのかな、変顔する。これをちょっと今試したいなと思ったので、じゃあ変顔、うん、3、2、1。こんな変顔を鏡の前でしてたらもう60秒経っちゃうからね。うん、パックをしてどれだけ面白い変顔ができるかっていう。いや、むずいよ今。あ、結構これ強いね。そうでしょ。あ、すごいわ。あ、確かに目覚めるって言ってたの分かるわ。でしょ。うん、起きるよね。次いく。え、変顔やって。変顔。あ、全然違う匂いが。あ、変顔して。でもあれやな、そんな全然変じゃないな。え、ちょっとジン、その顔のまま一回あれ取って、マスク取ってみて。
ちょっと変顔好きだから。え、でもそれ夜とまた昼また朝、じゃあ朝と夜違うやろ。全然匂いが違う。でもこれが60秒で済むならいいよね。続け。うん。このなんか何十分もしなくていいっていうのがいいね。これ60秒以上したらあかんとかそんなこともないやろ。でも別にちょっと長めにつけておく分にも別にいいんじゃない。乾燥肌の人は長めにつけてくださいって書いてある。あ、ほんまや。乾燥が気になる方は5分から10分程度置くとより効果的って。なるほど。夜用に書いてある。まあ60秒から5分10分って感じなのかな。そうじゃん、まあ乾燥の人はね。めんどくさい時は60秒でいいと。うん、なんかこのまま終わっちゃいけねえ気がして。